ロコエスパルスプレゼンツオフトーク、選手の本音。あれ武田信玄クマちゃんみたいな。もう本当に何言ってるか分かんない人も具はあの玉ねぎです。玉ねぎ。今回は帰ってきたタフガイ、富士宮市出身の吉田豊選手。きらめくゲームメイク、静岡市出身の鳴岡光選手。チームを牽引するボランチ、浜松市出身の竹内涼選手。聞き手はレジェンド高木純平広報部長です。県内西部中部東部生まれの3選手で地元トークを繰り広げます。移籍してわかる地元の良さ、エスパルスの良さ、選手の本音に迫ります。いいですか。はい、来ました。くじトークに戻りますけれども、静岡グルメで一番好きなものは。静岡グルメありますよね。静岡おでんとかね。うん、静岡おでんとか静岡おでん俺も静岡おでんで、ね、一番手に。ちなみに俺もおでんでここら辺から引き出せる。違う一番のあるあれ。静岡、まあ焼きそば。あ、じゃあ、そっか、静岡市か、これ。そう、市だから、まあ、市って書いてないんですけど、うん、書いてないか、静岡か、うん、あ、はい。ちなみにグルメなんですか。いや、グルメじゃないと思う。この3人の中でグルメってあれなの。いや、でもグルメです。嘘だ。やっぱ、ね、美味しいグルメの、みんな美味しいとこよく連れてってくれてますから。え、ちょっとイメージが違うな。そういうタイプなの。いや、みんな連れてってくれます。そうなんだ。まあ、逆にだから僕もこういう年になって帰って来てで、まあ、年下も増えたし、うん、ご飯はたくさん連れてってますね。で、まあ、僕も、その時10年前、まあ、9年前とか知らなかったお店だとかを教えてもらいながら僕も行きたいしっていうところで、うん、いろいろ食事はさせてもらってます、はい、そうですね。豊か会があるんですね。じゃあ豊か会的に竹もまたね今誘って、はい、OK もらえるか分かんないですけど、はい、あ、そういうことで、はい、今行こうでって話をしてるんでね。行こうかって、うん、で光るのもね、はい、ちょっと前にね、前に行きました、うん、行ったしね。ちなみに皆さんは要中でいうと どれが好みなんですか、グルメで。よ、ちょっと待って、よやべ、1回目でやるべきだった。よってやればよかった。違うじゃん、え、一番選んじゃダメなやつじゃん。いや、そう、わ、よ言ったら、わ、よ、中だったら一番選んじゃダメなやつ選んで。本当っすか。何が一番好きなの、わ、よ、中だったら。よ買えないんだよな。ナルコ選手はグルメは要注意。まあですね。お、おお、意外ですね。味噌汁が本当に好きで。味噌汁好きなんだ。味噌汁好き。そうなの、はい、具は？具は玉ねぎです。玉ねぎ。玉ねぎ。玉ねぎ。豆腐じゃない。一択。あ、一択。はい。あ、赤と白は？もううるさいな。うるさいな。要はいい。要はいいよ。玉ねぎの甘みがこう出るたのを飲むのが好きです。まあ、でも実家がそうだったので。え、土曜日？実家がそうって。実家が玉ねぎの味噌汁よく作ってたんですよ。ああ、そうですね。お母さんの味なんですね。それもあれて。なるほどなるほど。ああ、なんか好きなこう料理、味噌汁って言ったけど。パスタ。ああ、これだよ。ボーラボーラ。くるくる回してね。え？くるくる回して。くるくる回してる。パスタ。ああ、こうね。あ。そうやんないけどね。そう、お茶もでしょ。パスタだって何が好きなんですか。昔はオイル系だったんですけど、うん、今はちょっとトマトベースのやつが。まあね、体に、ね、体にもね。まああまり食べないんですけど、うん、その頻繁には。うん、まあでもパスタ好きな人、サッカー選手結構多いよね。うん、でも自分で作ります。よっ、また出た新しいの。パスタだけ。あ、自分でやるの。はい。
好きなこう料理人の YouTube チャンネルがあって、あ、見ながらそれを見ながら、そう作れそうなやつだけ真似して、でも本当に簡単に教えてくれるんですよ。あ、その YouTube は？はい、お料理人の方なんですけど、紹介してもらっていい？はい、後で教えます、はい、あ、もう全部具材から全部切ってやるんだよね、もちろん。はい、なんか切り方とかも教えてくれて、へえ、こういう、あ、でも、はい、こだわりがやっぱ2人は感じますね。あとで教えて。OK です。絶対作んないじゃん。最後いきますよ。最後のくじ引きいきますよ。嫁彼女にするなら静岡人がいい。奥さんは静岡の方ですか？静岡の、あの高校同級生です。あ、そうなの？はい、じゃあ奥さん静岡人じゃないですか、はい、どうですか？うん、これ大丈夫か大丈夫かこれ、これ大丈夫か、いいっすよ、これ吉田家大丈夫か。うん、あの、いや奥さんは素晴らしい人ですよ、うん、そりゃそうですよ。もっともっと言わない、子供4人育ててますからね。あ、そうですね。いや本当に頭が上がりません。そうですね、いつも感謝の言葉、いつも本当に大変だと思うけど、僕が遠征とかいない時に、あのいつも子供4人見てくれて本当にありがとう、感謝してるよはい、はい、ありがとうございます、はい、でも最高ってことですよね。最高ですよ。竹内選手の奥様は、静岡の方ですか？はい、静岡市ですね。あ、静岡市の方、はい、いかがですか静岡の女性。素晴らしい女性だと思います。あ、いいですね。素晴らしいね、素晴らしい、素晴らしいよ、もう。未来の奥様に、未来の奥様に一言いこうか。どういうことですか？奈良岡選手は、はい、まあ、静岡の女性がいいとかってあるんですか？静岡人がいいです。あ、やっぱりもうお二方とね、結婚生活見てますからね、やっぱ憧れてるんですよね。はい、じゃあその女性に対して一言いきましょうかその女性に一言、一言募集でもいいよ。未来の奥様に、はい、一言いきましょうか。むずいなこれ。おじいちゃんおばあちゃんなんてもいいですよね。あ、いいですねそれ おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に笑っていようね素晴らしい、いいですね、いいです、素晴らしい、素晴らしい、もう最高ですもんね今の。お時間となってきましたので、まあ皆さん今期の残りの試合、はい、まあ、残ってますけども、戦いに向けての決意一言ずついただいてもよろしいですか？はい、はい、じゃあ吉田選手。はい、まあ、今シーズン始まって、まあ、苦しい状況から始まって、まあ、なんとかチーム、選手とスタッフと、まあ、エスパルスに関わる全ての人の力でこう3位まで、行けてます。ヒリヒリドキドキワクワクするようなゲームになるかと思うんですけど、皆さんにワクワクの、試合を1試合でも多く、届けられるように頑張ります。じゃあ最後竹内選手お願いします。もう一度だけみんなでエスパルス全員で昇格できるように一つになっていきましょう。よろしくお願いします。今本当にね、本当に静岡、まあ、静岡といいますか、こう支えてくれてる皆さん全員でこう J1 昇格を成し遂げて、なんか笑って終わりたいなって思いますよね。そうですね、まあ、こう一回ねこう苦しいところで J2 で戦って、また上がってまた下がっちゃってっていう状況が続いてると思うんですけど、まあ選手だけじゃそういったあのところは無理なんで、あの本当支えてるられてるなっていうのも感じますし、やっぱスタジアム行くにしてもいろんな旗立ってあのエスパルスをこう応援してくれてるなっていうのも感じるし、まあ僕らまあ一番はねスタジアムであの背中押してくれるサポーターの皆さん応援っていうのがやっぱ一番大きいんですけど、違うところっていうのもあのすごい感じる部分なんで、あのそこはもう選手はもうピッチで応えるしかないので、まあそこはもう全力というかもう最後は死に物狂いで這いつくばってでも勝って勝ち点を積み上げていきたいなというふうに思いますね。はい、じゃあそれでは皆さん、ではいきます。はい、それではこれからもエスパルスをよろしくお願いします。クラちゃんです今やんのかい